間に読ませてもらったんです。僕、舞さんの書くお話、大好きになりました。そのお話に書かれていたのですけど、地上ではプレアデスという星をスバルと呼ぶのでしょう。正確に言うと、プレアデス星、この日本という地域ではそういう。ですよね。だからその名前をもらえたらとっても嬉しいなって思うんです。あら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 、じゃあそうしましょう。今日からあなたはみずほすばるちゃんね。はい。ルイザさん、あなたも同じことを考えてるみたいね。ああ、あいつの両親は一体何者だ。これだけの事態を前にしてあんな風に平静でいられるなんてちょっと考えられないわ。特にマイさん、気がつけば全ては彼女の思惑通りになってきている。私たちが狙っているものについて。可能性はある。あの様子もカモフラージュと取れなくて。あの僕がここに住むことやっぱり反対なんでしょうか。いいえ、そんなことはないわ。これからよろしく、スバルさん。行ってきます。あ、待って待って、私も一緒に行くわ。今日朝一番で編集さんと打ち合わせなの。だから駅まで一緒に行きましょうね。はい、本当は僕もあなたについていきたいんですけど。さすがにまだ準備が整わなくてな。来週には通えるようになるだろう。お昼過ぎには戻るから、ちょっとの間お願い。頑張ります。もしかして高柳美琴さんですか。昨日会いましたわ。そうそう、美琴ちゃん、丁寧でいい子だったわ。私もお買い物の途中で会ったんだけど、まだ中学2年生なのにしっかりしていて感心しちゃった。あ、おはようございます皆さん。噂をすれば。おはよう、みことちゃん。おはようございます、高柳さん。おはようございます。僕の名前、もう覚えてくださったんですね。なんか嬉しいです。俺には挨拶なし。ああ、皆さんお揃いですね。待ち合わせて投稿してるんですか。え、そうだったんですか。いいですね、賑やかそうで。僕、事情があって今は一人暮らしなんです。
ちょっと羨ましいですね。まあ、一人暮らしなの。いろいろ大変でしょうね。いえ、小さい頃から自分のことは自分でやってきましたから、大変だとは思いません。自立は大切だって、じっちゃんに言われてきましたから。いえ、そんな。これはあくまで僕の考えです。人にはそれぞれあったやり方がありますよ。その制服、金の塚学園のものですよね。僕、そこの中等部に編入したんですよ。こちらこそ、よろしくお願いします、先輩。みことちゃんのこと、お世話してあげなさいね。転校生って、大変でしょうから。あ、いけない。私はここでお別れね。みんな、元気に勉強してくるのよ。舞さんはああ言ってくださってますが、僕、天候には慣れているので気にしないでください。それは俺たちのことだ。そうとしか考えられない。私たち、そんなに迷惑をかけているかしら。皆さんも転校生なんですか。先輩、大変ですね。いえ、いいですよ。道はわかりますから。じゃあ先輩、どうもありがとうございました。また。いいとか可愛くないとか、お前はそればかりだな。他に基準はないのか。あら、あるわよ。あなたたち気づいていて。あの子、足音がしないわ。なんだ、違うのか。消しておこう。あれ、皆さんお揃いですね。おはようございます。なあ、かなこか。おはよう。あ、俺は名前で呼ぶ主義なんだ。文句があるのか。
別に、それより早く拾えば。じゃあ。何？俺がどうしようとお前には関係ない。体調が悪いから保健室に行くだけだ。じゃあ授業はここまで。きちんと復習をするように。起立。礼。ああ、今日の日直は君だったね。ご苦労様。それから昨日の話の続きをしたいんだけど、昼休み時間があるかな。七星君たちのことだよ。もう少し詳しい話を聞かせてくれるかな。うん、頼むよ。それじゃ。してるの？早く片付けないと休み時間終わるわよ。ほら、手伝ってあげる。そんなドジ、あんたにしては珍しいわね。かなこはよくやってるけど。羽生かな。目つきが悪くて不愛想で、こう鬱陶しい髪のやつじゃなかった？知り合いってほどじゃない。羽生亮也って言って、確か1年10組中等部からこの学園にいるやつよ。わかるわかる。あいつちょっと大人びてるからね。1年くらい前かな、羽生大事故に遭って生きるか死ぬかってくらいの怪我したんだ。うん、交通事故。ニュースでもかなり大きく取り上げられてさ、それで学園内でもちょっと知られてるわけ。奇跡的な回復で今は普通の生活ができるようになったけど、やっぱ後遺症は残ってるみたいで、保健室の常連だし学校もよく休むし、そのせいもあって友達とか少なくて一人でいることが多いし、事故後にいろいろごたごたしたらしくて、本人もすっかり不愛想になっちゃってさ、苦労してるみたいよ。似てる？どこが？ああ、そうだったね。ごめん、なんか変な話しちゃって。って話し込んでる場合じゃないわ。さっさと片付けよ、これ。
さ、こっちにどうぞ。じゃあ、どこから話そうか。それはやっぱり彼らについてなのかな。どんな話でも最後まで聞くよ。君が話しやすいように話してごらん。なるほど。彼ら3人は君が持つという宝石を狙ってこの町に来たのか。しかも正体は宇宙人に怪盗、軍人か。確かに信じられない話ではある。それで君のお父さんやお母さんも彼らに丸め込まれて同居することになったと。君のお母さんは童話作家だったね。私も何作か読ませてもらっているけれど、作品の通り独特の感性の持ち主のようだ。しかしだからといって君の生活が脅かされるのは感心できない。他人としても、そして一人の教育者としても。今日の放課後、お母さんは家にいらっしゃるのかな。それなら、もしよければ家庭訪問させてもらいたい。本当に急だけれど、事態が事態ですね。ああ、そうだね。まずはお母さんに確認を取るべきか。それじゃあ、とりあえずお邪魔するつもりでいるよ。学校出る前に連絡してみよう。それじゃあ、放課後にね。なんで、なんで知ってんの俺の名前。